電気自動車とかだったっけ、なんか静かのやつはやっぱそういう夜間とかに知恵は誰その、まあ、寝てる人が多い中その車静かとかで誰にも迷惑かけないっていいところもある反面まだ前髪セットしてないので、うん、めっちゃ前長いんですけど許してください逆に聞こえにくくて危ないです。むずいよね本当に。こっちもあってこっちもあるからなんか久しぶりに公園で見たけど良くなってた。ほんま嬉しい、ありがとう。何もこんな真面目に書くでもなんか、ね、どっち全員がみんないいってなるのは絶対にないからこの世の中。いただきます。いいことがあったら悪いことがあるからそう危ないけど、うんうん、まあでも進化し続けるやろうしこれから、ね、私たち人間が一番なんかもっと成長しないといけないんじゃないかなって何の話してるんですかなんか今は車の、うんなんか静かな車ってあるやんか、うん、車が静かやったら、うん、こうなんていうの夜とかに走っても迷惑はかからない、うん、夜ってやっぱ寝てる人多いけど、うん、夜に仕事行く人とかおるし、うん、でも静かなことでそうやって誰にも迷惑かけへんっていいとこあるけど、うん、じゃあ逆にもう急にさ、うん、曲がり角から出てくる時あるやん、うん、聞こえへんからさ分からんから、うん、なんていうんやろ危ないっていう面もあるし、なんかいいとことデメリットもあるから、うん、どうしたらいいんやろだからなんかすごい、うん、そうやってやっぱ科学っていうかさなんか発達していけんやっぱいいように、うんうんそうね、AI とかだから、うん、なんかそんなんに任せっきりじゃなくて自分たち人間が一番成長していかなあかんのじゃないかっていう意味わからん話で多分深そうに話してるだけで、うんうん、多分普通に何言ってんねんの内容やけどめっちゃ薄いと思うよこれめっちゃ隣ですごい話してるなと思っていやマジ深そうに話してるけど、うん、多分何言ってんねんやろかほとんどやの深く話しただけでどっからその話題になったんですかコメントですか。ね何の話やったっけ。あ耳当てを寒いって話で、うん、でも耳当ては危ないからせえへんみたいな、うん、車の音が聞こえへんくなるからっていうので、うん、でそっから今静かな車もあるしで今の話。あなるほどすごい哲学の授業って聞いてますよありがとうございます。あ、今の方がいいですか？あ、あ、じゃあもうちょっと下行きます。ありがとうございます。じゃあランキング読みますね。何の話をしてんの？伝わったかな？環境問題。ディベート？の今日初めて三つ編みしてみた。討論討論。ね。もう今やすごいですからね。将来は空飛ぶ車とかも出るかもしれないし。13位まさひろさんありがとうございます。12位、うん、これ何だろう。イベントよくぞ聞いてくれました。カレーカレー弁当です。最高。なんかカレー大好きなんですよ。スプーンで食べる。13位ありがとうございます。9位かげさんありがとうございます。8位、ぐんさん、ありがとうございます。ご飯、なんかお昼はね、あんまお腹空いてなくて、ありがとうございます。ほぼ食べてなくて、だからもう、今めっちゃがっつり食べる。5位、バリーさん、ありがとうございます。4位、タケボーさん、ありがとうございます。3位、ブサキさん、ありがとうございます。2位、トモヒコさん、ありがとうございます。1位、ナナミちゃん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、え、2回公演初めて？はい、初めてです。やばいですか？やばいよ。え、なんかさ、みさきも今めっちゃ元気やねんけど、うん、多分踊り始めたらすぐ来ると思う、疲れ、うん、多分やばい。せーあ、ってなる。せーでもね、
気合で気合でもうこれ終わったら今日は終わりやし、そうですね、それで頑張ろう。なんか今日もまだ昼公演のにロックだよのラストサビぐらいで、うん、なんかやばすぎて笑けてきて、なんか半笑いでガンガンガン。まあでもね、夜公演もやっぱ夜公演来てくれる人はな、うん、そんな知らんからな、うん、ゼロからですよね。疲れを伝える先輩って。いやでもほんまに B2 ってなんかしんどくなさそうに見えて実はめちゃくちゃね。だってさ、うん、家帰ってさ、うん、D、まあ、家帰ってさ、まあ、別にいらんけど DMM 見るやん、うん、なんかあんまりしんどくなさそうにたまに見えちゃう、うんうん、なんかこんなにしんどいのに、うん、あれなんかケイトさんとかもさ、うん、めっちゃ軽々しく踊るからさ、うん、え疲れてないんかなと思って。そうですよね、ケイトさんほんまに、うん、でも美咲さんもですよ、あの後ろからのロックタイの時ほんまにあの足の動くスピードが尋常じゃなくて。まあそれはね、あのたった3年間の陸上部で、うん、ほんまにすごいんですよ。だからあの巻き地と頑張ろうと思っていつもあの奮い立たせてもらってます。なんて言ったらいいんやろ、なんていうの、疲れてないようにうん、いや軽々しくって変なのかな、パワフルですよね、軽やかにか、軽やかにね、うん、いやでもなんかめっちゃ青春って感じ。じゃあこの後私髪の毛とかメイク直しとかもあるので16時からやっていけ、半え6時です、18時、じゃあ18時からこの後僕の春公演、こんにちは、よろしくお願いします、ありがとうございました。髪は何しいやほんまに重力ないように見えるようなすごすぎて、ありがとう、ほんまにいつもあの勉強させてもらってます。よし、充電がない。あ、僕もやばいかもしれないです。切れたらどうする、切れたらやばい。今何パーセントやろ、ちょっと見ます、うん、13、やばい、15分持つかな、舞台交代より B2 疲れる、なんかね、世代交代は初めの3曲がやばいんよ、もう思春期のアドレナリンでマックスって感じで、で不毛はしんどいけどなんかもう無限のなんていうの、息に行くから吹っ切れるっていうか、だからどっちの方がしんどいやろ、なんか一気にガッてくるのは B2 かなって、ロックだよがほんまにやばい、そうなんよ、昨日含めて4公演5日間やったら5公演初5公演ナンバラとキウキと B2、 カレーめっちゃ美味しい、これどこのカレーなんやろ、うん、ほんまに周りの先輩さんたちはその疲れを感じさせないくらいのパフォーマンスを前でしてはるから、若もこんなんで疲れてたらあかんなって思っていつも奮い立たせられます、だから頑張れる。あと皆さんの交流がすごくておーってなる。やばい、カレーめっちゃ美味しい、やっぱ疲れた体にはカレーが最高ですね、エネルギーマックスにいける。そう、さっきねデグママッチョをゆいなさんと初めて一緒にしました。
もうちょっとでも上手くなりたいので教えてもらいます。もっとデグマッチョ研究します。やっぱユイナさんファンとしてここはちゃんとね、角度とかも教えてもらわないと。ダメですよ。ユイナさんの持ちネタなんでダメですよ。若マッチョは。モバメはおすすめ、おすすめですよ。もう毎日送ってるので、皆さんぜひ。今日あったこととか、もうほんまに素直に自分の気持ちを書ける場所です。あと食べたものとかもいつも書いてる。夜ご飯今時間何分か分かりますか？始めてから三つ編み。あと3分ぐらい？うん、ありがとう。初めてしたよ。おいしい。カレー大好き。カレーほんまに好きなんですよ。これはね、キーマカレーです。これ夜公演の髪型です。昼はあのねじりハーフツインをしました。なんか西野七瀬さんヘアらしいです、メンバー曰く。キウキの子が教えてくれました。ねじりハーフツイン、なんかハーフツインっぽくないのがいいですって言ったら、それしてくださったミックさんが。え、何、金沢カレーってどんな味？食べたい。食べに行きたい。金沢行きたいな。カレーなんかご当地カレーとかあんのかな、味違うとか。なんかほんまカレーについて知らんけど、うん、東京から見に来てくれたの？ねえ、ありがとう、嬉しい。なんかね、お見送りとかでもね、千葉から来ましたとか、なんならもう海外から来ましたとか、そう、結構大阪だけじゃなくて地方の方から来てくださってる方とかもいて、めっちゃ嬉しいです、ほんまに、ね、ありがとうございます。大阪に住んでる皆さんもお忙しい中来てくださってありがとうございます。いや、シーフードカレー大好き。わか、ココイチ行ったら海の幸カレーしか食べれないってぐらい海の幸カレーばっかり食べてます。海の幸カレーにとんかつトッピングで食べます、いつも。待って、火星から来ました、そんなある？宇宙人ですか？え、ふうかさんいはるの？ほんま？なんだ、ちょっと後で見に行ってみます。え、会いたい。うん、辛さは普通。ごめんね、残り 10% のあれが来ちゃう。うん、みんな配信
終わりたいと思います。ちょっとうーかさんに会いたいです。じゃあランキングを見たいと思います。はい、13位ひろたさんありがとうございます。12位キューピーマートさんありがとうございます。11位ヤモくんありがとうございます。10位キヨさんありがとうございます。9位ユウさんありがとうございます。8位サトくんありがとうございます。7位ともすけちゃんありがとうございます。6位ハートさんありがとうございます。5位けんちゃんありがとうございます。4位こちゃんありがとうございます。カムスハムニダ。3位さかぐっちゃんありがとうございます。第2位じゅんいちありがとうございます。で第1位はドゥルドゥンつっちゃんありがとうございます。じゃあ皆さん夜公演もよろしくお願いします。じゃあまたこの後会いましょう。またね、バイバイ。